Mind the road now. There are dogs on the loose around here. We're out here awfully late. True, but I'd say the meeting was worth it. With all the homeless around these days, there's no shortage of mouths to feed. And tonight marks a big step forward in solving that. I suppose you're right. But dear, I did want to talk about Bryce. What happened? Someone's out there. No! Power finished. Time for your reward.少々お待ちください。履歴書を確認しておりますので。お待たせしました。履歴書を拝見しました。佐々木さん、私今回担当を務めます春日と申します。よろしくお願いいたします。知ってるよ、有名だからな、あんたは。そうでしたか、それは恐縮です。で、どんな仕事回してくれんだい、春日さんよ。その前に、佐々木さん、室井興産にお勤めだったとのことですが。そう書いてあんじゃねえかよ。室井興産は暴力団横浜日渡し会の廃品回収部門を担うフロント企業で、社員は全て組の構成員のはずです。詳しいね。室井興産を会社都合により退社と書かれてますが、これは日渡し会が先月解散したことに伴う廃業かと思われます。そう言いありませんか。ああ、そうだけど。では室井興産にお勤めだったということと、その立派な彫り物等を合わせて考えますと、佐々木さんは足を洗って間もない元暴力団員なのではありませんか。だったら何なんだよ。そのことを履歴書に記載する必要があります。あのな、なことバカ正直に書いて誰が得すんだよ。少なくとも雇用主は事前に把握しておくべき情報です。ふん、そういうおままごとはいいんだって春日さん。こっちは例の噂聞いてきてんだ。例の噂とは？あんたが俺みたいな元ヤクザもんに割のいい仕事回してるって話だよ。
浜の駆け込み寺って評判じゃねえか。何のことでしょうか。私は一階の職員に過ぎません。だからそういうのはいいんだって。こっちも暇じゃねえんだ。であればまずは履歴書を書き直すところから始めましょう。何か記載できる資格はありますか。あれば求人の幅が。だからそういうのはいいって言ってんだろ。他のお客様のご迷惑になりますので施設内ではお静かにお願いします、佐々木さん、私どもの仕事はお客様と雇用主様お互いに最善のお相手をご案内することです。ですが佐々木さんを見て雇いたいと思う方はいないでしょう。今のあなたはただの元ヤクザです。お客様にご案内できる仕事はありません。どうぞお引き取りください。てめえ、まだやんのかい。くそ、なんだよ話とちげえじゃねえか。とんだ無駄足だバカらしい。お騒がせして申し訳ありません。もう大丈夫ですので次お待ちのお客様4番カウンターへどうぞ。あ、いやどうも。お疲れ様、春日さん。ああ今日大丈夫だった？ああ全然大丈夫っすよ。それよりすんません、騒がしくしちまって。あ、いやいやいや、むしろいつもああいう手合いの相手してもらっちゃってこっちが申し訳なくて。気にしないでください。俺なんかでお役に立てるんなら喜んでやらせてもらいます。拾っていただいたご恩にきっちり答えてみせますんで。いやさすがは浜の英雄だね。頼もしいよ。ちょっとその呼び方は勘弁してくださいって。だって都知事と警察のお偉いさんの犯罪は暴くなんてまさに世直しのヒーローじゃない。いや大げさだし、だいぶ前の話っすよ。僕たちは同じ職場の仲間ってだけで誇らしいんだよ。春日さんももっと自信持っていいと思うな。お言葉だけいただいておきます。それじゃあ俺今日はこれで上がらせてもらいます。お疲れ様でした。まだ用があんのかい、佐々木さんよ。なんだバレてたのか。
さすがだな。いやさっきは悪かったよ。俺も空気読めてなかった。な？金だろ？いや噂には聞いてたんだ。駆け込み寺っつってもただじゃねえってことは、うん、ほら5万でいいんだろ。今日は船でちょいと儲けてよ。しかし一軒で5万た。あんたもいいしのぎじゃねえか。羨ましいぜ。なんか勘違いしてるみてえだな。俺はそんなんじゃねえよ。ああ？おい待てや、何だってんだよ。これじゃ足りねえってのか。いくら出しゃ仕事を回してくれんだ。元坊5年上皇、あんたもそれで干上がってる口だろ。ヤクザが足洗った後に待ってる地獄の5年間だ。口座も作れなきゃボロアパートすら借りられねえ。スマホの契約なんてもってのほか、保険にすら入れねえ。当然そんな奴を雇う職場なんてめったにありゃしねえ。そこまで分かってんならさっさと。近江と東上界の大解散で世間に放り出された連中がみんな苦しみながら頑張ってんだ。それをあぶく銭一つで何とかしてくれだ。笑わせんな。世の中そんなに甘かねえよ。俺はな、な説教聞きに来たんじゃねえんだよ。いいから受け取れよ。ああ、このやめろ。金が、てめえこんな野郎、ね、いい加減にしろ。さっさとその金拾って消えろ。カッコつけてんじゃねえ。所詮てめえだって元ヤクザだろうが。舐めやがって。かかってきやがれ。仕方ねえ、少し頭冷やしてもらうぜ。うれ、悪いな。隙だらけだったもんだよ。とっておきの技見せてやれよ。ガツッといくぜ。上昇。だぜこりゃ。どこだ、あともう一万。お、当たった。何やってんだあいつ。よっしゃ。お、危なかったな。金なら無事だぜ。くせえ、落ちっからこの匂い。ほらよ、なけなしの5万だったんだろ。なあ、マジでガセなのか。いろんなやつからあんたの話を聞いたんだ。5万であんたが仕事を回してくれるって。確かに俺はヤクザから足洗った連中に仕事を斡旋してる。そんで5万つったらあれだな、去年そのうちの一人から5万受け取った。じゃあやっぱり。でもそれは斡旋料じゃねえ。俺が代理でスマホを契約したんだよ。その実費だ。スマホ？そいつに斡旋したのが医薬品メーカーからの仕事だな。いわゆる転売対策ってやつだ。マスクに風邪薬に消毒液、
使徒の弱みにつけ込んで買い占める連中が一時期大量にいただろう。そういう奴らがネットに出品したブツを偽の入札でご破産にするって仕事だ。そんな仕事があんのか。かなりグレーな仕事だけどな。メーカーにとっても転売屋は毒にしかならねえ。そこで偽の入札って話になるんだが、そいつをやるにはどうしたってスマホがいる。けど元ヤクザはスマホを契約できねえ。だからあんたが代わりに契約を。ね、もっと真っ当な職が見つかるまでのその場しのぎだけどな。今みんな必死に歯食いしばってんだ。あんたみてえに恩着せがましくあぶく銭を押し付けてくるだけのやつに回す仕事はねえ。仇の世界に戻るってのはきついよな。俺だってあんたと同じ元ヤクザだ。その苦労は嫌ってほど味わったけど、それでも真っ当に這い上がろうって覚悟があんたにあんなら、もし本当にその気があんなら、力になるぜ。どうだい。さっきあんた俺の金をあんなに必死になって集めてくれた。てっきりくすねるつもりなんだなと思ったんだ。でも違った。俺なんつうかあれを見て初めて自分が情けなくなった。俺は今まで人生をサボってきたんだって気づいちまった。頼む、お願いします。俺やり直してんだ。力貸してください。 OK、 分かった。でも土下座はよしてくれ。やり直すのはあくまで佐々木さん、あんたなんだからよ。俺ができんのは手助けだけだ。もちろん全力でやらしてもらうけどな。ありがとうございます。それじゃ明日もう一遍ハロワに来てくれ。こいつはそのための軍資金だ。こいつをどう使うかもう間違えるんじゃねえぜ。はい。さて飯でも食うか。今日も一日頑張るか。
子さんじゃねえか。どうしたい？おお、一番か。久しぶりだね。ちょっと会わないうちに立派な身なりになったじゃないか。見違えたよ。中身は大して変わってねえけどな。それより転んだのか。ああ、さっきまで夜通し飲んでてね、ちょっと足元がふらついちまった。年は取るもんじゃないね、まったく。大丈夫か？家まで送るよ。え？ああ、平気だよ。そこまでじゃない。こんなん日曜茶飯事だしね。唾つけときゃ治る。唾じゃ治らねえよ。変に気使うなって。大丈夫だって。それより、あんた仕事だろ？せっかく職につけたんだ。そっちを大事にしな。本当に大丈夫なのかよ。ああ、私は誰だと思ってんだい。あんまり老いぼれ扱いするんじゃないよ。ほら、さっさと仕事に行きな。働けるってのは当たり前じゃないんだ。分かってんだろ？分かってるよ。ちゃんと病院行けよ。ああ、心配ありがとうよ。それじゃあ面接頑張って行ってきてください。次の方どうぞ。佐々木真也と申します。よろしくお願いします。おかけください。履歴書はお持ちですか？失礼します。佐々木さん、前科というのは？窃盗です。時計とか化粧品とか、手頃な大きさで高値のものなら何でも盗んでました。ダチが盗品の横流しをやってたんで、ブツはそいつに買い取ってもらって。なるほど。やっぱり難しいですか？佐々木さん、一つ伺っていいですか？あ、はい。この履歴書に懲罰の欄はありません。なのになぜ前科のことまで記載されたんです？自分のしでかしたことだからです。それを隠してもし仕事もらえたとしても、いずれバレて相手に迷惑かけちまうかもしれない。真っ当に人生やり直すにはそれじゃダメだって思ったんです。かなお考えだと思います。ご安心ください。そんな佐々木さんにご紹介したいお仕事がございます。本当ですか？どんな仕事ですか？一言で言えば万引きです。すみません、うがい薬ってどこにありますか？あ、はい、あちらになります。
あ、すみません、ちょっとこれ見せてもらっていいですか？かしこまりました。どうぞ、こちらになります。良さそうじゃない？ねえ。いいけど、映画始まっちゃうからまた今度にしよう。あ、もうそんな時間？ごめんなさい。いえ、またのお越しをお待ちしております。お待たせしました。どうだった？指定のものは一通り、他にも高額なものをいくつかゲットしてきました。ふーん、そいつは上出来じゃねえか。サングラスが一つに化粧品が3点、それに財布にコンドームと。早い話、どの店も陳列棚の配置が死角だらけなんですよ。まあ今時こんなダミーの腕で偽装するやつなんていませんけどね。こいつが見つかったら言い逃れできませんし、だから最近はチームを組むのがトレンドですね。壁役、監視役、注意を引きつける役、そして盗む役、それくらい役割分ける連中もいますね。コストを割いてでも安全を取る方針か。まあ確かにバレたらおしまいだからな。お疲れ様でした。お先に失礼しますね。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。どうもお世話になりました。いいえ、万引きの手伝いなんて初めてだったからドキドキしちゃった。じゃあお疲れ様でした。どうも。だからお前は手伝いが欲しいって言ったのか。ええ、二人組になるだけでだいぶやりやすくなりますから。それにあのおばさん、芝居もどうに言ってましたよ。エキストラって名目で募集かけたんだが、それが良かったみてえだな。それにしてもおめえ、さすがの知識と手際だな。恐れ入ったぜ。しかし最後に回ってもらったブランドショップ、あそこは相当セキュリティに金かけてたはずなんだがな。狭い店なのに天井四隅に監視カメラをバッチリ置いてる。特に遮蔽物もないし、資格なんてなさそうに見えるんだけどな。あの場所でどうやって証拠も残さずに財布なんて盗んだんだ？はい、店によってはカメラがダミーの場合もあるんですが、あの店はちゃんと本物が稼働してました。それに客が俺たちだけだったので、店員も俺の方をずっと見ていた。ですがレジ上にあったカメラ、あれだけ実は少し下に向いていたんです。だからあのカメラだけは店内を見渡せていなかった。レジを集中的に監視したかったからなのか、それとも単純に設置ミスか、何にせよそのおかげで店内に死角は生まれていたんです。そうだったのか。あとは店員の注意を引きつけているうちに獲物を頂戴。店を出て店員はすぐに盗難に気づいたとのことですが、どのカメラにも俺が撮った瞬間は記録されていません。全て後の祭りというわけです。一回店に入っただけでそこまで観察して実行に移したのか。大したもんだ。感心するのは俺の方ですよ。まさかこんな職業があったなんて。日本で1日に万引きされる総額は12億円とも言われている。小売店にとっちゃ店を潰すほどの死活問題なのに、多くの経営者が
カメラと警備員さえ置けば万引きがなくなると思ってる。間違ってますね。カメラや警備員を増やすと、それまでなかった死角も浮かび上がってくる。盗む方からすれば余計にやりやすくなる場合もあるんです。そう、そこで防犯セキュリティの欠陥を調べる我が社の出番だ。もしも今日お前が万引きに失敗してれば、店のセキュリティは正常に機能してたってことだが。結果はこのありさま。ええ、セキュリティの欠陥はレポートにまとめて経営者に提出する。依頼された調査自体は一旦完了だが、実はさらなるビジネスチャンスはこの先にある。というと？いわゆるコンサルってのに食い込むんだ。店舗と契約して防犯カメラの位置を指導したり、優秀な警備会社を紹介したりな。なるほど。このビジネスが軌道に乗れば、別に警備会社も立ち上げようと考えててな。調査、コンサル、警備までを一手に引き受けるグループ企業が目標ってわけだ。おお、お疲れさ。おう、春日。どうだったよ、足立さん。うちの佐々木は。さすがのプロ目線だ。即戦力になるだろう。それじゃあ採用ってことでいいか？うん、もちろんだ。ありがとうございます。若輩者ですが、何卒よろしくお願いします。おいおい、仇の世界でそんなことすんじゃねえよ。すいません、つい癖で。少しずつ極道っぽさを抜いていかなきゃな。なんだその本。ああ、たまたま古本屋で見かけたんだな。施設警備業務検定。今お前ができることは万引き調査だけだろ。それだけじゃ心もとねえ。だから資格の勉強でも始めてみたらどうかと思ってよ。足立さんが事業を広げる時にも即戦力になれるし。確かにそいつは心強い。ま、時間ができた時にでも読んでみろよ。春日さん、あんた一体何が目的なんすか？え？だっておかしいじゃねえかよ。マージンも取らねえで、なんで赤の他人にここまでできる？何か裏があるんじゃねえのか？裏か。まあそうとも言えるかな。こいつは俺なりの恩返しなんだ。恩返し？今やってることは全部荒川組の、俺の親父がやろうとしてたことだ。死んだおやっさんのやり残しなんだ。行き場なくした元極道たちに受け皿を作っていく、そのおやっさんのやり残しを果たしてってのが俺の生きがいだ。まあ俺なんかがやれるのはほんの一部だけどよ。だからよ、俺はやりてえことをやってるだけだ。マジかよ、本当にあんたって人は。じゃあ俺もう行くから、しっかり足立さんの言うこと聞くんだぞ。なんだよ、今来たばっかじゃねえか。まだ仕事残してきちまっててさ。それじゃ仕事頑張ってな。はい。こんな時間からまた仕事って、ハロワって意外に忙しいんすね。ハロワならとっくに就業時間だよ。それとはまた別の仕事だ。え？偉人町にはお前と同じように春日に助けられた元極道がたくさん働いてる。春日は仕事を斡旋した後も定期的に彼らの職場を回って様子を見てるんだ。日本最大の極道組織、近江連合と東条会の大解散。あの日以来、堅気の世界に放り出された極道は3万人を下らねえ。そのうち職にあぶれて行く当てのない連中はかなりの数に上るはずだ。そいつらを春日一人残らず社会復帰させろって意気込んでてな。
一人残らず、そんなことできるんすか？ま、普通に考えりゃまず無理だ。だけどあいつを見てると不可能なことでもやってのけそうな気がしてな。手を貸さずにはいられねえのさ。はい、なんかわかる気がします。なあ、ふかしてんじゃねえぞ。さっさと始めようぜ。なんか使えそうなもんは。すみませんでした。おう、ありがとな。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。仕事場から直接来たのか。ああ、一日中立ちっぱなしだよ。その分ビールがうめえや。マスター、ビールおかわり全員分ね。サラリーマンが板についてきたね。サッチョンの方はどうなんだ。細々と、まあなんとかやれてるって感じかな。そっか。でも野々宮の忘れがたみみたいなもんだからね、あの店は。きっと横浜ナンバーワンのキャバクラにしてみせるから、あんたたちもたまには金落としに来なさいよ。いいけど、ぼったくらねえでくれよ。人聞き悪いこと言わないでよ。ぼったくられるほど持ってないくせに。違いね。はいよ。お、マスターありがとう。久々に会ったんだ。もうさっき。今日はガンガン飲もうぜ。そんな張り切ってお前潰れんなよ。よっしゃ、じゃあ改めて乾杯。乾杯。乾杯。今日蝶たちはやっぱり来ねえって。ああ、半順義もな。だよ、付き合い悪いな。せっかく半年ぶりに飲もうってのによ。気使ってくれてんだよ。自分たちはあくまで裏社会の人間だから、いつまでも関わっちゃいけねえってさ。ちょっと寂しいけどね。まあな、でも言ってることは間違っちゃいねえ。本来交わるべきじゃねえ世界の住民なんだ。俺らが表の世界で真っ当に生きようと思うんならなおさらな。何、別に根性の別れってわけじゃねえ。頼りのないのはいい頼りってやつだ。だな。で、お前らはその後どうなんだ。荒川真澄の置き土産は順調なのか。まあ先の長い話だけどな、コツコツやってるよ。足立さんには迷惑かけっぱなしだしな。まったくだ。うちみてえな弱小会社に仕事なんてポンポン作れねえってのに。いや、ほんと面目ねえ。冗談だよ、春日がよくやってる。一文の得にもなりゃしねえってのによ。変わんねえなお前は。そうだね、そういうのかっこいいって思うよ。そうか。うん、ちょっとお手洗い。マスター、お手洗い借りるね。で、さっちゃんとはその後どうなんだよ。え？え？デートの一つくらいはしたのか。な、何言ってんだよ。ああ、ダメだこれ。進展なしだ。まあデートしてる暇なんてあるわけはねえとは思ってたが、ここまでとはな、このヘタレが。ちょっと待ってって、何言って。カスガ、お前サッチャンに惚れてんだろ。いや、それは、その…隠してたつもりか。バレバレなんだよ。こっちがこれまでどんだけ気使ってたと思ってんだ。そうだったの。まあんなことは気にすんなって。それよりも動くんなら今なんじゃねえか先生。
お互い散った生活も落ち着いただろうしな。そういうことを考える余裕も出てきたろう。いやでもんなうだうだ言ってるうちに他の誰かに取られちまってもいいのか。さっちゃんには太客もいるだろうしよ。お前が思ってる以上に競合相手は多いぞ。でも俺そういうのからっきしでどうしたらいいか。こんな有様佐々木には見せらんねえな。今日の帰りにでもさっちゃん誘ってみろよ。今度二人で遊びに行かねえかとか。最初はそんなんでいいから。お、さすが足立さん、百戦錬磨。なに足立さん、また悪い遊びしてんの。まあな。あ、そうだ、さっちゃん、この前よ。飲んだ飲んだ。大丈夫かよナンバー、ふらついてんぞ。しゃあねえな、俺がついてくわ。どっちにしろ駅行くしよう。大丈夫だって。どこがよ。おいじゃな、まあ機会があればまた飲むや。うん、それじゃあね。人生は一度きりだ。悔いのねえようにしろよ。足立さん。ほらナンバー、帰るぞ。あえてくな。大丈夫かな。さーて、私も帰るか。じゃあまたね、一番。ああ。さっちゃん。ん？あ、いや。何？どうしたの？いや、なんでもねえんだ。そう？じゃあね。さっちゃん！え？ちょっとさっきから何？悪い。あのよ、今度どっか遊び行かねえか？何？もう次の飲み会の話？次はうちの店でやる約束でしょ？あ、いや、そうじゃなくて、二人でどっか行かねえか。終わった。だよ、もう。あ、もしもし。ごめん、急に言われてテンパっちゃって。いや、こちらこそ大変ぶしつけなお話で。来週の土曜なら空いてるんだけど。はい。遊び行くんでしょ、二人で。え、それつまり。楽しみにしてる。じゃあまた。やった！やったー！イエハハハ！
んだいっちゃんよ、元気にやってるかおい。なんだなんだ、やめろよバカ。何やってんだお前ら。よおっちゃん、おっちゃん、やった、俺やったんだ。おいおい、どうした、酒癖。いいじゃねえかよ、今日はめでたき日だ、ブレコと行こうぜな。なんだなんだよ。そら踊れ踊れ。いいことあったのか。ハレルヤ、よせこの酔っ払い。なんだよ、ハレルヤ、だからくじでも当たったのか。いいじゃねえか、いいじゃねえか。そうか、オーケーもらえたか。やったじゃねえか、楽しんでこいよ。なんでしょぼくれてんだよ。いや、よく考えたら俺20年近く無所にいただろ。まともなデートなんかしたことねえんだ。もしさっちゃんをがっかりさせちまったらって考えると。おい、ネガティブになるなよ。デートでの失敗なんて誰にだってある。ビビらずドーンと行けって。失敗してさっちゃんに嫌われたらどうすんだよ。付き合うどころか絶交されちまうかも。決めた、デートは断る。てめえから誘っといて断ったらそれこそ絶交だろうが。じゃあどうすりゃいいんだよ。どこに行って、何を食って、何を喋りゃいい？全然わかんねえんだよ。しょうがねえな。こりゃ俺らの出番みてえだ。そういうことらしい。え？おめえら、デートしたことあんのかよ。まあ、人並みにはな。力になるからよ。せっかく掴んだチャンスだ。物にしようぜ。おめえら、オンに切る。さて、じゃあ何から話すかな。まずはデートに臨む心構えからいくか。だな。まずは何よりも変に肩肘張らねえことだ。デートってのはお互いをより深く知るための時間だからな。自然体が大切よ。なるほど、自然体か。いや、それは違う。あ？え？女の子がデートに求めるのは特別な時間だ。記憶に残るような特別な一日。自然体なんかじゃなくてバリッと決めていけ。なるほど、特別な一日か。あれ？でも言ってることがナンバと逆じゃねえか。どっちが正しいんだよ。こういうのはおとなしく年長者の言うことを聞いておけ。伊達に人生経験積んでねえぞ。いや、足立さんが正解ならなんでその年まで独身なんだよ。やナンバだって彼女の一人もいねえじゃねえか。痛えとこをつきやがる。思いついた、今から町で言おうぜ。そんで俺と難波がそれぞれアドバイスする。どっちのアドバイスを聞くかは春日おめえ次第だ。どうだ。望むところじゃねえか。最高のアドバイスをしてやるよ。さあ全員は急げだ。およろしくお願いします。駅前に来たけどよ、これからどうするんだ。気を引き締めろ春日、授業はもう始まっている。おデートの極意レッスン1、待ち合わせの姿勢だ。姿勢？そう、デートってのは待ち合わせ場所に着いた時からもう始まってんだ。相手より先に着くのは当たり前。愛しの彼女をどう待ち受けるか、肝心なのはそこだ。
何しろ相手にしてみりゃそこで目にするお前がデートの第一印象なんだからな。その印象次第で気分も変わるってもんだ。なるほど、確かに。どういうこと？じゃあ一番、お前どういう風にさっちゃんを待つつもりだ？そりゃ普通に立って待つんじゃねえか。ああ、硬い硬い、緊張してますって感じがプンプンする。お前がそれじゃさっちゃんもデートを楽しめねえぞ。そうなのか。でもじゃあどうすりゃいいんだい？いつも通り自然にだよ。そら、そこのベンチにでも腰掛けて、なんならうとうとしてるくらいがちょうどいいんだ。え？寝て待つのかよ。言ったろ、自然体が大事なんだ。まして寝顔なんてのは相手に心を許してなきゃそうそう見せねえもんだろ。まあそうかもな。お前がうとうとしてんの見たさっちゃんはよ、まあ一番ったら私にこんなに心を開いてくれてるのね。嬉しい。それにキュートな寝顔を守ってあげたくなっちゃうてなもんよ。そうなのか。なあ、足立さんはどう思うんだ？論外だ。ベンチでうとうとだ。言ったろ、女の子がデートに期待してるのは特別感だ。待ち合わせの瞬間にも相手はそれを求めてるんだ。待ち合わせの姿勢で特別感ってどうやるんだよそりゃ。まず待ち合わせ場所には30分前に到着。その後黙って仁王立ちだ。脇目も振らず、愛しい人が来るだろう方向だけをただ見つめる。そんなお前の姿を遠くから見つけたさっちゃんは思うだろう。今日の一番、いつもよりなんか素敵。これからいつもと違う一日が始まるかもってな。おう、まあ確かに気合は伝わりそうだな。なんだよ、そんならお前どっちのアドバイスを採用するんだ？そうだな。足立さんのアドバイス通り立って待つことにするよ。は？なんでだよ。いや、逆の立場で考えたらよ、俺が待ち合わせ場所に来た時さっちゃんがベンチで寝てたら仕事で疲れてんのかなとか気使ってデートどころじゃねえと思うんだよ。まあそれは確かに、その通りだ春日。バシッと決めて仁王立ち、これが粋な男の待ち姿よ。まあ仁王立ちもそれはそれでさっちゃんを怖がらせそうだからよ、普通に立って待つわ。でも待ってる姿がその日の第一印象ってのは気がつかなかったぜ。だらしなく見えねえよう気ぃつけるわ。ありがとな。しゃあねえな、今回は足立さんに花を持たせてやるよ。じゃあ次のレッスンと行くか。デートの極意レッスン2、デートの行き先だ。おお、それそれ、そいつが聞きたかったんだ。俺洒落た店なんて全然知らねえからよ。洒落た店？おお、デートっつったらよ、やっぱイタリアンとかフレンチとかそういう洒落たとこがいいんじゃねえのか。なんだよ。デートはおしゃれなレストラン。一番、お前はマニュアルにとらわれちまってる。ああ、そんないかにもな場所を安易に選んじゃ特別な一日にはならねえ。春日、お前が本当に輝く場所を選ぶんだ。俺が本当に輝く場所？そんなとこあんのかよ。ああ、あのインドカレー屋だ。カレー屋？あの店は裏メニューで100辛を頼める。スコビル値にしておよそ120万、タバスコの500倍以上の辛さだ。500倍？
ええ、辛いもの好きどもが尻巻いて逃げ出す化け物メニューだ。今のところ完食できた人間は一人もいねえ。そんな化け物をお前がペロリと平らげたら、さっちゃんはどう思う？辛いもの好きなのねとか。バカ、吹き出す汗を拭いひたむきに打ち込む男の姿を見せてんだ。これに惚れない奴はいねえ。これぞお前の最も輝く瞬間だ。そうか。バカ、なんで完食前提で話してんだよ。生きった挙句食い切れなかったらそれこそ最悪だろうが。確かに。何べんも言ってるだろう、自然体、変に無理することはねえんだ。肩肘張らずにお前が通い慣れてる店に行けよ。そうは言ってもいつも行くとこなんて牛丼屋くらいしかねえよ。だったら牛丼屋でいいじゃねえか。え、デートで牛丼屋かよ。デートに決まりなんてね。大切なのはリラックスしてお前らしく接することだ。それには生き慣れた場所が一番なんだよ。まあ確かにイタリアンやらフレンチじゃ緊張して俺らしくどころじゃねえかもな。バカ、牛丼屋なんてカッコつかねえだろ。百から食って男見せろ。カレーと牛丼以外に選択肢はねえのかよ。そうやって悩んでたら当日も優柔不断な行動になるぞ。俺バシッとどっちか選べ。マジかよ。まあ強いてどっちか選べって言うなら。うん、カレー屋かな。さっちゃんもカレー好きだったはずだし、百から完食はまあできたらすげえとは思うからよ。そういうことだ。おめえは分かってくれると信じてたぜ。待て一番、そもそもデートの目的は何だ。え、食事、カッコつけること。そうじゃねえ、二人で楽しむことじゃないのか。お前が黙々とカレーを食ってる間、さっちゃんにそれぼーっと見てろってのか。確かに。カッコつけたい、いいとこ見せたいって気持ちはわかるけどよ、それだけにとらわれて本当の目的を見失っちゃ本末転倒だぜ。まあ確かにな。なるほど、二人で楽しむか。ありがとな。確かにその通りだ。となると牛丼屋でもなさそうだな。確かに俺はリラックスできるけど、さっちゃんにとっちゃあんまり楽しい飯じゃなくなりそうだ。俺なりに二人で楽しめそうな店探してみるわ。そうだ、よくぞ気づいた。いや、お前がそれに気がつけるかあえて引っ掛け問題を出したんだ。なんか思ったよりちゃんとしてるなこいつ。だな、ちょいと尺だが一安心だ。いやー、二人のおかげでデートの心構えがめきめき上達してるぜ。そう、次は何を教えてくれるんだ。よっしゃ、次が最後のレッスンだ。ついてこい。よくぞここまでついてきた。最後のレッスンはデートの要、服装だ。もう難波が何言うかは分かってるぜ。いつもの洋服、つまり今俺が着てるこれだろ。いつも通り自然体にってな。違うな、そんなの全然自然じゃない。え、生地本来の色じゃないだろう。つうわけで俺が勧める最も自然なデート服がこれだ。これがデート服、随分とシンプルだな。自然な装いってのは突き詰めていけばオーガニックにたどり着く。この服は麻やコットンから作られていて、化学染料も一切使ってない。つまり環境に優しい自然素材ってわけさ。なるほど、
こういう自然の形もあるのか。でもさっちゃん、びっくりしねえか。俺こんな服全然着たことねえし。心配すんな。人間は誰しも自然の一部だ。さっちゃんもすぐにこの素材に親しみを感じるぜ。何より環境に優しい男は好感度爆上がりだろう。そうなのかな。でもまあ確かに環境に優しいに越したことはねえな。おいおい、目を覚ませよ春日。環境保護活動に行くわけじゃねえ、デートに行くんだ。自然か天然か知らねえが、こんなんでさっちゃんの心がときめくわけねえだろう。じゃあ足立さんのおすすめは。見ろ、これがかっこいいデート服だ。これはさすがに派手すぎねえか。春日、なぜホタルが光るか知ってるか。急に何。オスのホタルが光るのは求愛のためだ。愛しい人を振り向かせるために光る。それは生物共通の本能なんだ。本能に従え春日。サッちゃんを射止めるために命を燃やして光るんだ。そう言われたら確かにこのスーツがかっこよく見えてきた。さあ、俺と難波のコーディネートどちらか選ぶんだ。どっちを選べばいいんだ。どっちも正解な気がして選べねえ。悩むな一番、自分を信じろ。分かった。じゃあ俺が選ぶのは。足立さんの方にする。自然体も大事だけど、服装くらいはいつもと違う感じでパリッと決めるのがいいんじゃねえかと思ってよ。そうか、なら俺から言うことは何もねえ。お前のベストを尽くしていいデートにしろよ。だな、俺らができることはここまでだ。成功を祈ってるぜ春日。おめえら、おう、任せとけ。ヘイヘイヘイ、かかってきやがれ。俺の番だ。うわっ、
文句あるのか。全然、今来たとこですもう、なんで敬語なのよ。それにしても、今日は随分おめかししてるじゃない。あ、これ、みんなに見繕ってもらってよ変だったか。ううん、いいと思うよ。さ、どこ行く。おう、まずはごめんなさい。また来てくださいね。はあ、ここも満席か。まあお昼時だし仕方ないよね。他のお店に行ってみよう。すまねえ、これで候補の店は全部なんだ。そうなの。こんなに混んでるなら予約してくればよかったね。すまねえ、気が回らなくて。さっちゃんはどこか行きてえとこねえのか。そうね、ま、あるにはあるけど。おう、そんならそこに食いに行こうぜ。ああ、でもご飯じゃなくて。え、どこなんだ。そんなの言わなくてもわかるでしょ。一番もさっきから落ち着かない様子だし。さっきからずっと歩きっぱなしだしね。寄ってこうよ。あれ、てっきり一番も同じ気持ちだと思ったけど違うの。そんなこんな明るいうちから。昼とか夜とか関係なくない。とにかく私もう我慢できないのよね。あのよ、さっちゃん。ん？こんなこと言うと根性がねえって思われるかもしれねえけど、正直に言って俺怖いんだよ。怖い？あ、なんかわかる気がする。私も怖いなって思う時があるよ。え、さっちゃんも？うん、将来のこととか考えるとやっぱりリスクがあるしね。だったらなんでホテルなんかに。は？ホテル？何の話？え？違うの？タバコの話に決まってるでしょ。タバコ？この先に喫煙所があるから一服しようって話よ。そうだよな。もちろんタバコの話だって分かってたよ。行こうぜ、喫煙所。一服して落ち着きて気分だ。大丈夫？
一番。足立さんって若い頃どんな感じだったんだろうな。どうしたの急に。いや俺たちが出会った頃はすでにあの見た目だろ。だけど当然足立さんにも10代や20代の頃があったわけだよな。そう言われたらそうね。身長も高いしかなりイケメンだったかもね。今度足立さんの若い頃の写真を見せてもらおうぜ。武勇伝と一緒によ。武勇伝は話半分に聞いといた方がいいかもね。多分持って話すと思うから。ちげえねえや。そんじゃ難波も誘ってみんなの若い頃の自慢話大会しようぜ。もしかして私とデートするよりなんちゃんや足立さんと過ごしたかった？え？だって一番ってなんちゃんや足立さんの話するときすごく生き生きしてるから。いやそんなつもりで話したんじゃねえんだよ。ただその共通の話題をと思って。冗談よ。お、そうだ、なんちゃんと足立さんの話で思い出したんだけど、前にあの二人が陣内駅の近くに面白そうな店があるって教えてくれたんだよね。今から一緒にそこに行ってみない？おお、いいな。早速行ってみようぜ。すごいね、この立派なカウンター。ヒノキかしら。おう。どうかしたの一番？いや、難波と足立さんの紹介の店っていうからてっきりもっと大衆的な店かと。あの二人も多分来たことはないわよ。ただここに雰囲気の良さそうな店があるって言ってただけ。早速注文しようよ。おう。じゃあメニューを見ようぜ。じゃあ私これにしてみようかな。すみません、春国魚の煮物をください。お客さん、それはね、春告げ魚って読むんですよ。え、そうなんですか。すみません。うわ、やっちゃった、恥ずかしい。恥ずかしがることなんかないぜ、さっちゃん。普通に考えてこのメニュー全部読める人間は相当少ないはずだ。それなのに振り仮名が書かれてねえってのが問題なんだ。ちょっとそんなこと言わなくても、うちら一元なんだしさ。聞こえてましたよ、お客さん。うちの品書きに不満があるようですね。ごめんなさい、不満なんてとんでもない。はあ、いや、その兄さんの言う通りだ。
うちに来る新規のお客さんは一元で終わる人が多くてね、なかなか常連が根付かないんです。その理由を考えたところ、格式を優先した結果ハードルが高くなっているんじゃないかと。ああ、もちろん格式は大切だけど、威圧感が勝って客を遠ざけるのは本当の高級店とは言えないと思うぜ。おっしゃる通りです。早速品書きにも振り仮名を記載したいと思います。正直なご意見ありがとうございます。すごい、一番の意見がお店を動かすなんて。こういう店でも雰囲気に飲まれない一番ってすごいね。思ったことを正直に言ったまでよ。ほら、メニューのここ見てくれ。海にローなんて何の料理だかさっぱりわからねえだろ。いや、それは普通にエビでしょう。え、これでエビ？さすがにそれは読めてよ、私が恥ずかしいわ。まあまあ、お二人には感謝の印にデザートのあんみつをサービスしますよ。え、私あんみつ大好きなんですよ、嬉しい。いやー、案外うまいもんだな、割烹料理ってのも。ほんと美味しかったわね。こんな機会でもなければ一生行かなかったと思う。ありがとね一番。そうか、喜んでくれたんならすげえ嬉しいぜ。きゅっ、やっば。どうしたんだ。向こうから歩いてくる男の人いるでしょ。あの3人組か。先頭を歩いてる人、田中って言うんだけど、以前私の指名客だったの。さっちゃんのキャバクラの。うん、 IT ベンチャーの社長で羽振りが良かったんだけど、ちょっと度が過ぎてさ、他の客に紗恵子は俺の女だなんて吹聴するからお店を出禁にしたの。だけどその後も店の裏口で待ち伏せされたりして、だから私田中に彼氏がいるって嘘をついたくらいよ。だいぶ立ちが悪いな。ええ、だけど田中は、君は嘘をついてる、彼氏なんかいないはずだって言い張って、今でも時々店の裏で私を張ってたりするのは。田中が超ポジティブなのか、さっちゃんの嘘が下手なのか、わからないけど、人を見る目には自信があるとか言っててさ。そうだ、ちょうどいいわ、一番ちょっと協力してくれる。え、うまく演じてよね、いかにも私の彼氏って感じで。え、彼氏？そんな急に。あれ、紗恵子さん、偶然だね。何してるんだい。何って、見たらわかるでしょ、彼氏とデートしてるのよ。彼氏？そのおじさんが。どうも、紗恵子さんとお付き合いさせていただいている春日一番と申します。ちょっと声で帰って。これで信じてくれた、私が彼氏持ちだってこと。信じるわけないでしょう。僕は人を見る目だけは誰よりもあるんだ。彼は紗恵子ちゃんと釣り合うような男には到底見えないよ。
あんたが冴子さんの彼氏？仕事は何をしてるんだい？まあ一言で言えば、いろんな連中の相談に乗って解決に導いてやることかな。ほう、コンサルタント業か。ま、悪くない仕事だ。どんな企業の面倒を見てるんだ？企業ってよりは個人の相談に乗ってる感じだな。ファイナンシャルプランナーか。確かにこれから先成長が見込める業種だ。しかしそれならなんで冴子さんをキャバクラで働かせてるんだい？僕が彼氏なら何かしら資格を取らせて、とっとと水商売からは足を洗わせるね。あ？キャバクラの何が悪いんだ？キャバ嬢なんて将来性もなければ世間体も悪いでしょう。バカ言ってんじゃねえよ。人が真剣に向き合ってる仕事にケチつけるんじゃねえ。情熱ってな、どんな資格にも勝る将来性なんだ。どんな仕事だって真剣に向き合った先には必ずいい未来が待ってるんだよ。それを応援しねえで何が彼氏だ。一番応援？それが何になるってんです？無駄だとでも言いたいわけ？バカね、あんたは。自分の夢を応援してくれる人がいることで気持ちが救われるわ。そして頑張って困難を乗り越えようって思えるの。私が恋人にしたい人はそういう人。一番が彼氏で本当に良かったわ。まさか冴子さん、本当にこのおじさんが彼氏だっていうのか？さっきからそう言ってるでしょ。そんな俺がこんなゴミみたいな男に負けるなんて。敗北を認めて今後は私につきまとわないでくれる？ああ約束するよ。ただしお前ら二人にお灸を据えてからだ。はあ？よくも俺の恋心をもてあそびやがって。ぶっ潰してやる！くたばれ！かかってきやがれ！ガツンと行くぜ！受けてみな！私の番！よし、上昇上昇。だけどこれであいつがさっちゃんをつけ回すこともなくなるだろう。ありがとう一番、名演技だったよ。特に最後のアドリブなんて驚いちゃった。いいってことよ。だけどせっかくの一丁らが汚れちゃったわね。ごめんね、私のせいで。気にすんなって。でもこのままってわけにもな。すまねえけどちょっと待っといてくれるか。服着替えてくる。うん、じゃあ待ってる。おう、すぐに戻るぜ。
悪い、自販機見つかんなくてよ。ううん、ありがとう。最初どうなるかと思ったけど楽しかった。ありがとうね、一番。そうか、そりゃよかった。一番？あのよ、俺は元ヤクザだし、足洗った今も貧乏暮らしで毎日ピーピーしてる。ちょっと、いきなり何？バカで勉強なんてできた試しがねえし、沢城の頭にはずっと間抜け間抜け言われてた。でもよ、今はなんとか定職にもつけて仕事は真面目にやってるつもりだ。職場の評判も悪かねえと思ってる。体はとにかく丈夫な方だし、そりゃ桐生さんとかとは比べようもねえけど、まあ腕っぷしも弱かねえとは思う。酒もタバコもやりすぎることはねえ。ギャンブルもまあやらねえとは言わねえが、たしなむ程度なもんだ。こんな大して取り柄のねえ俺だけどよ、サッちゃんのことは俺が命に変えても幸せにしてみせる。だからよ、サッちゃん、俺と結婚してください。男春日一番、この先何があろうともさっちゃんのこと守り抜いてみせるからよ。さっちゃん、女なのにすげえしっかりしてて弱いとこ見せねえけど、仕事して親父さんの世話して妹さんのことも気にかけてすげえと思ってる。でも一緒になったらもうそんな苦労は俺がさせねえ。親父さんの世話も手伝うし、妹さんのことでもし困ってることがあれば俺も力になる。なんなら俺が稼いでみせるから、さっちゃんは家庭に入ってくれてもいい。だからって当然家のことを任せっきりにはしねえ。掃除洗濯炊事買い出し何でも手伝うぜ。いずれ赤ん坊を授かったらガキの面倒も任せといてくれ。そんでガキも一緒にいつか親父さんの墓前に報告するんだ。こんな幸せな家庭を築きました。だから天国の親父さんもどうか安心してくださいってよ。さっちゃん、ありがとね、一番。今日は楽しかった。ちょっと待ってくれよ、さっちゃん。俺、何かまずいこと言っちまったか？ううん、別にそんなことないって。でももう帰んなきゃ。明日お店のことで早いし、一番も早起きしないといけないでしょ。じゃ、お互い頑張ろ。それで返事は？ったく、初デートでプロポーズするバカがあるかよ。奥手がテンパるとこういうことになるんだな。面目ねえ。まあけど肝がられるだけならわかるけどよ、それでさっちゃんが怒るとは思えねえんだよな。いや別にさっちゃんは怒っちゃいなかったって。ただ急に今日はもう帰るねって。バカ、それが怒ってるってんだよ。それも大激怒、怒発点を作ってやつだ。ああ終わったなこりゃ。
ゲームオーバーだ。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。ちょ、そんなこと言わねえで助けてくれよ。俺はもう何が何だかわけわかんねえんだよ。デートの最中はうまくいってたんだよな。は？ああ、そりゃ最初は俺がテンパっちまってあれだったけどよ、途中からはさちゃんすげえ楽しそうにしてくれたと思うんですけど。いや、今となっちゃあん時からとっくに愛想つかされてたのかも。もう全部がわからなくなってやがる。疑心暗鬼モードだ。これが浜の英雄とはな。もしそうならさっちゃんのことだ、さっさと見切りつけて途中で帰ってだろう。となるとやっぱプロポーズで相当まずいこと言ったんだろうな。お前何言ったんだよ。ちょっと今繰り返してみ。え、今？恥ずかしいんだけど。バカ、何言ったか分かんなきゃ相談に乗りようがねえだろう。俺先。まず最初に、自分がヤクザ上がりで貧乏してるとか頭悪いとかあるけど、今は真面目に仕事してて酒もタバコもギャンブルもそんなにしねえって、確かそんな感じのことを言った。まあ別にそこに引っかかることはねえ気がするな。で次は。次はそんな取り柄のない自分だけど、さっちゃんのことは俺が幸せにしてみせる、だから結婚してくださいって。なんだよ、早速来たな。あのな、一番さっちゃんみたいにバリバリ働いて自分の人生貫いてる子が誰かに幸せにしてやるなんて言われて嬉しいと思うか。あ、まあおめえにそんな意図がねえことくらいはわかるが、プロポーズでそれっちゃ致命傷だな。原因はもう分かった感じするけど、それから何か言ったのか。その次は、さっちゃんが女なのに仕事とか家族の世話とかすげえしっかりしてて偉いなって。おいおい、今時女なのにはまずいぜ。え、そうなのか。女だからとか女なのにとか、女に限らず性別で決めつけるような言い方にムカつくやつは最近特に多いだろう。そうだったのか。あっちゃ、踏んだ地雷は一つじゃなかったか。こりゃ嫌な予感がしてきたぞ。俺もだよ。でその後は。あとは親父さんとか妹さんのことも気になってるだろうから、俺が稼ぐからさっちゃんは家庭に入ってくれてもいいって。バカ野郎、楽させてやりてえってことなんだろうけどよ、さっちゃんが金だけのためにキャバやってるわけねえだろ。そんなことくらい俺だって分かってるよ。でもそう誤解されてもしょうがねえ言い方になっちまってるって話。いくらテンパってたからってもうちょっと言葉選べなかったのか。ねえ、くそ、昨日に戻って全部やり直して。まあ出せる海は出し切っとくとするか。その後は何か言ったのか。それから、もしさっちゃんが家庭に入っても俺も家のことも手伝うって言って、そんで将来ガキができたら3人で親父さんの墓参りに行こうって。それで打ち止めか。他に余計なこと言ってねえか。ああ、これで終わり。
なはずだと思う。最後に畳みかけてきやがったな。家事を手伝うって言い草、これも相当地雷ワードだぞ。家事は女がするものって先入観の表れだと思われるからな。さらによ、赤ん坊ができたらってのも人によっちゃ結構危険な言葉だぞ。赤ん坊のできねえ夫婦だっているし、結婚イコール子作りってわけでもねえんだ。そんでとどめに赤ん坊と荒川の墓参りか。荒川への孝行目的に結婚しようとしてると思われかねねえ。おい、嘘だろ。俺の言ったことは何から何までまずかったのか。最悪だ。俺はもうどうしたらいいんだ。まあ謝るしかねえな。そうだな、愛想尽かされてるかもしれねえが、何もしねえわけにもいかねえわな。そうだよな、ちゃんと謝らねえと。おう、あばよ。偶然だね。いや、探してたんだ、さっちゃんのこと。一昨日のことちゃんと謝りたくてよ。え？謝るって何が？俺、全然さっちゃんがどう思うかなんて考える余裕もなくて、ひでえことばっかり言っちまってた。それを謝りてえんだ。ひどいことなんて一番言った？あの後、足立さんと難波に話聞いてもらって、何が悪かったかようやく気づけたんだ。まず、さっちゃんのこと女なのにとか変な決めつけしちまってた。それに、さっちゃんが真剣にキャバやってることなんてとっくに分かってるのに、結婚したら仕事辞めるのもいいとかふざけたこと言っちまって。それに家事を手伝うだなんて、花から家事とかをさっちゃんがやって当然みたいな言い方。まだある、ガキができたらとか子供作るのもさも当たり前みたいな話をしてた。そんでおやっさんの墓参りに行っておやっさんを安心させたいとか、その気持ちは嘘じゃねえけど結婚がおやっさんのためみたいなことを。テンパってたとはいえ、俺はさっちゃんのこと何も考えられてなかった。本当にすまねえ、さっちゃん。なあに、そんなことでわざわざ謝りに来てくれたの？
バカだな、私そんなこと気にしてないって。でも確かに最近そういうのデリカシーないって風潮あるけど、別に気にしないって。私が何年キャバでセクハラクソ親父たちの相手してると思ってんの。でもよ、なら、なんで。いや、私たちってちょっと変わった出会い方したじゃん。ある種運命共同体っていうか、同じ修羅場を何度もくぐってきたから、なんか一緒にいて当たり前みたいな感じにいつの間にかなっててさ。ただそれって男女の間柄としてはちょっと変かなって。だからお互い普通の友達の距離感に戻った方がいいと思うんだ。心配しないで、一番とはこれからもずっと友達だから。さっちゃん、そんなわけだから一番も変なことでくよくよしないで。前も言ったけど、お互い頑張ろう。じゃあね。よし、今日も仕事頑張るか。おはようございます。ああ、春日君。おはようございます。今日もよろしくお願いします。ちょっと今いいかな。前にやった倉庫の整理とかすか。任せといてください。いや、ちょっと伝えたいことがあって。会議室行こっか。はい、わかりました。契約終了。いや、参っちゃったよ。来月末が更新タイミングじゃない。なんなら給料アップを申請しようと思ってたのに、昨日市役所から更新 NG って連絡が来てさ。あの、俺の働き方で何かまずいとこがあったんですか。いや、笠川君は本当によくやってくれてるよ。だけど市の財政がいよいよ厳しいらしくてね、どうしても派遣の人から切っていくしかないみたいです。そうなんですか。わかりました。今までこんな俺を雇ってくれてありがとうございました。今月いっぱいってとこすかね。春日一番、最後の一日まで全力で働かせてもらいます。いや、出勤はその今日で最後にしてもらいたいんだ。有給の消化ってことすか。確かに取ってないですけど、さすがにそんなに残ってないですよ。それは大丈夫。足りない分も特別に有給って形で処理してくれるって、すごい特別待遇だよ。そんな悪いっすよ。わざわざ特別扱いなんてしていただかなくても、俺全然働きますから。とにかくごめん。これもおめの方で決まっちゃったことでさ、今まで本当にありがとう。で、わかりました。
改めて今までお世話になりました。ありがとうね。あの、そう、ありがとうございます。あの、ありがとうございます。あの、すんませんでした。元に戻るだけじゃねえか。よし、おい、あれだよな。はい、あれっすね。間違いねえっす。やっと帰ってきた。お帰んなさい、春日さん。え、誰だお前。取材させてくださいよ、春日さん。巷で話題になってるあの件に関して。あの件、元ヤクザから金取ってヤバい仕事斡旋してるって件ですよ。詳しく聞かせてくださいよ。なんだそりゃ。またまたとぼけちゃって。ヤクザ専門の裏ハローワーク、近江と同情会解散させた連中が甘い汁吸いまくってんでしょ。春日さんもその一人だなあ。誰がそんなこと言ってんだ。んなヨタ話鵜呑みにすんじゃねえ。そう興奮しないで。で、ぶっちゃけどんくらい稼いでんの。元ヤクザを野放しにするとか迷惑なんすけど、両親は痛まないんすかね。邪魔だ。いってえ。皆さん見ましたか、この凶暴性。これが春日一番の本性です。浜の英雄と呼ばれようが根っこはヤクザなんです。さらに彼の場合はヤクザを食い物にするヤクザ、任侠も仁義もあったもんじゃない。
オッケー、カット。カメラの前で暴力はまずかったよな、春日さん。今のがネットに流れたら大変だ。100万で買い取らせてやるよ。明日までに用意しな。呆れてものも言えねえよ。てめえの大根芝居を誰が信じるってんだ。そんなの映像を編集すりゃどうにでもなんだよ。お前が全力で俺を殴ったように見せることなんて朝飯前だ。勝手にしやがれ。いいのかお前、ただでさえ大炎上してんだ。これ以上油注いだら取り返しがつかねえぞ。大炎上？俺のどこが燃えてるってんだ。はあ？お前、自分がネットでなんて言われてるか知らねえのか？知らねえよ、ほとんど見ねえし。マジかよ、めんどくせえな。おい、見せてやれ。こんにちは皆さん、カタラチャンネルへようこそ。早速ですが、今回の告発はこちら。この男、名前は春日一番。有名な元暴力団組員でして、4年前の極道大解散に深く関与し、一部界隈で浜の英雄などと言われています。こちらは横浜にあります正真正銘本物のハローワーク内。なんと春日一番は堂々とここの窓口業務をしており、向かいに座るのはこれまた元極道の男。なんだこりゃ。佐々木、1年も前のじゃねえか。春日一番が元極道に何か小声で指示しています。で、指示を受けたこの元極道がハローワークを出てどこに向かったかというと、コンビニ、ドラッグストア、ブランドショップとダミーの手まで用意して大量の万引きをしてるんです。おい待てよ、そうじゃねえ。で、春日がその商品を格安で買い取るっていう仕組みのようですね。当チャンネルが調べましたところ、この時は腕時計など200万円分を盗ませて、春日はそれをたった2万円で買い取っています。つまり仕事のない元ヤクザに盗みを働かせ、その転売でかなりの利益を上げてるってことですね。これが浜の英雄の裏、いや真の顔なのです。おい、何なんだこりゃ。てめえらがこれ作ったのか。知らねえのか、タタラチャンネルだよ。俺らから見りゃ神だ神。登録者数は500万。あんたタタラチャンネルに取り上げられるなんてすげえよ春日さん。ふざけんな、全部デタラメじゃねえか。デタラメって、いやいや、バッチリ証拠映像撮られちゃってんじゃん。そうか、なるほど。急にハローはクビにされたのもこいつのせいか。んなことより、俺たちが撮った動画本当に買い取らねえんだな。買うわけねえだろ。こっちとら後ろめたいことなんて何もしちゃいねえ。そいつは気の毒にな。じゃあ仕方ねえ、こいつには寝てもらって次のターゲットのとこ行くか。次のターゲット、誰だそれ。おい頼むぜ用心棒。何、こいつ殴ればいいの？そう、軽く気絶させるくらいでいいからよ。ああ、前みたいに半殺しにすんなよ。誰だお前。俺のネット仲間だよ。危ない撮影の時だけ協力してもらってんの。っていうか、ストリートファイト最強、格闘系の朝倉チャンネルって知らない？今人気爆発中なんだけどな。あ、そうだ、サッチさ、今思いついたんだけど、この喧嘩も撮影していい？後でうちのチャンネルとのコラボ動画ってことにして流すのどう？いいよ別に、これは殴れりゃいいから。よっしゃー、これでうちのチャンネルも一気にメジャーになるぞ。よし、
じゃあさっさと片付けて佐々木ってやつんとこ行くぞ。佐々木ってなんで佐々木が出てくんだよ。ああ元横浜日渡し会の佐々木、もうとっくにネットで特定されてんだよ。あいつにも直撃インタビューかましてやるさ。ヤクザ辞めてネットで晒された今の気分はどうですかって。てめえこの喧嘩と一緒に編集すれば500万再生超えも間違いねえぞマジで。やめろ、あいつは今必死に人生立て直してんだ。こっから先は一歩も行かせねえ。邪魔すんじゃねえよ。かかってきやがれ。よし、やるぜ。おい、受けてみな。ほら、ふん、おさっくんちゃん、けっ、ふけ、やら、けっ、ずっと行くぜ。受けてみな。やれ、うん、やれ、うん、ちゃん、よし、やるぜ。かかってくる。ガツンと行くぜ。受けてみな。やめたんじゃねえか。よし、上昇。驚いた、強いなあんた。ありがとよ。そう睨むなよ。あんたに興味が湧いた。今度またやろう。こんなチンケな動画撮影とかなしの本気でな。ありゃただもんじゃねえな。タタラチャンネルでは引き続き綿密な取材のもと世にはびこる悪事の数々を告発してまいります。タタラチャンネル。足立さん、ちょうど連絡しようと思ってたとこだ。実は。すまん、春日。うちの会社な、畳むことになっちまった。今ナンバも俺んとこに向かってる。急に首を言い渡されたそうだ。なんてこった。一体全体どうなってやがる。俺も春日と同じような感じだった。出勤したら急に上司に呼ばれて、今日限り来なくていいってよ。俺んとこには銀行から電話が来てな。
融資を今回分で打ち切るって一方的に言われた。理由を聞いても査定基準は企業秘密に該当するので明かせないの一点張りよ。ギリギリでやってきたからな。融資を打ち切られちゃ看板を下ろすより仕方がねえ。クソ、俺たち三人が急に職を失い銀行から見放される。そんで春日につきまとい始めた妙な連中、まあ偶然なわけねえよな。やっぱ原因はこれか。たたらひそか。こいつは一体何なんだい。いわゆる告発系ってジャンルの動画配信者だ。告発系？今やスマホのおかげで誰にでもスクープをものにする機会ができた。そういった動画をチャンネルで紹介するのが告発系だ。芸能人にやり捨てられた女が腹いせに証拠動画を送ることもあれば、正義感の強い政治家秘書が汚職を垂れ込むこともある。じゃあ写真週刊誌みたいなもんか。簡単に言えばそういうことだな。けど所詮は匿名性の強いネットで送られてくる情報だ。ガセネタも少なくね。そこがチャンネル主の腕の見せ所でよ。しっかり裏を取った上で信憑性の高いネタを紹介するチャンネルは人気になる。中でもこのタタラチャンネルは随一の信頼度と言われててな。過去にはこのチャンネルがきっかけで未解決事件が解決したこともある。今じゃ警察や政治家も欠かさず見てるって噂よ。だったら俺に関する告発、あれはなんだよ、とんだガセじゃねえか。そこがわからねえんだよな。タタラチャンネルが見抜けねえくらい巧妙に作り込まれた垂れ込みだったのかもしれねえ。垂れ込んだな。どこのどいつなんだ。それは絶対明かされないようになっててな。だからタタラにはでかい垂れ込みが持ち込まれるんだ。こいつが俺の動画を公開したのはいつだ。3日前だ。再生数は300万を超えてる。でタタラチャンネルが扱った以上、世間はそれを真実だと信じて疑わない。タタラってのに連絡は取れねえもんなのか。もちろん DM でメッセージ送ることはできるし、もう送った。今んとこ返信はないけどな。けど仮にタタラが動画を取り下げたところで後の祭りだ。一度ネットに上がったもんはあっという間にコピーが出回る。それにこの手の動画に飛びつく連中は花から真実なんて求めちゃいねえ。なんだよそりゃ。じゃあそいつらは何がしてんだ。叩いてもいい人間を探してるんだ。ストレス発散のためにな。罪もない人間を叩くわけにはいかないだろう。だけど悪人ならどんなに叩いても良心が痛まねえ。新時代のいじめみてえなもんだな。その一方で悪事の抑止力になることもある。俺らだって4年前青木亮の独白をネットにアップしたろ。あれで世間の風向きが変わった。その矛先が今度は自分たちにも向けられたってわけか。皮肉なもんだ。すまねえ足立さん。ナンバー、俺のせいだ。ん？俺の脇が甘かったせいでこんなことに。おい、あんたらの新しい人生を俺が台無しにしちまった。本当にすまねえ。まあおめえならそう考えるんだろうとは薄々思ってたけどよ。なんで一番のせいになるんだよこのバーカ。悪いのはどう考えたってデマばらまいたやつだろ。それに俺たちをなめんなって。これくらいの逆境これまで何度だって味わってきた。おうよ、ホームレスの時大雪の日に野宿したあの地獄に比べりゃこんなん極楽みてえなもんさ。これから何度だって這い上がってやるって。一番お前だってそうだろ。
ナンバ、足立さん。すまねえ。けど元坊の社会復帰についちゃ支援ができなくなっちまう。まあ仕事の供給源も窓口もなくなっちまうわけだからな。情けねえ。おやっさんの意思を継ぐなんて息巻いといてこのざまかい。今我慢の時だ。それより明日からもお前を頼ってくるやつがいるだろう。そいつらには事の次第を伝えてやらねえとな。ああそうだな。あんたが春日さんか。浜の駆け込み寺の春日一番さん。ああよかった。あんたを頼れば仕事にありつけるって聞いてきたんだ。いやそれが俺は見ての通りヤクザ上がりでよ。嫁とガキが二人、上は来年小学校だ。俺のせいで散々苦労させちまったけど、せめてガキにはまっとうな暮らしをさせてやりたくてよ。あんたを頼れば俺みたいなのでもまっとうな職に就けるって聞いてきたんだ。頼む、仕事回しちゃくんねえか。すまねえ。は？実はよ、俺がここをクビになっちまって仕事紹介できなくなっちまったんだ。え？頼ってきてくれた奴にそれを知らせたくてここで待ってたんだ。本当にすまねえ。嘘だろ。俺はどこ行っても門前払いされて、もう首くくろうかって時にあんたの噂聞いてきたんだぞ。藁にもすがる気持ちでよ。なのにその本人がクビだ。あんたも職がねえってことか。そんなバカな話あるかよ。変な期待持たせやがって。人を追うてくるのもいい加減にしろよ。おい、すまねえ。本当にすまねえ。畜生が。ちょっと、あ、春日さん。お疲れ様です。すみません、お騒がせしちまって。ああ、いや、あの、申し訳ないんですけど、俺がもうここに勤めてないって張り紙とか出してもらえないですかね。多分俺のいない間に春日に用があるってやつが来ると思うんです。それってヤクザが来るってこと？元ヤクザです。お願いできますか。多分皆さんにご迷惑かけちまうと思うんで。わかった。こっちもそんな連中にホイホイ来られちゃ迷惑だからね。よろしくお願いします。それに君もこんなところにいたって
決まったことは変わらないからね。何？喧嘩してたわけ？指揮試合でやめてくれるかな、そういうの。すいません、もう行きますんで。佐々木にどこ行くか事情説明しねえとな。どうも、春日さん。急に押しかけてすまねえ。実は足立さんから聞いてます。俺も今月いっぱいまでだって。すまねえ、俺が不甲斐ないばっかりに。いいんです。なんか逆に諦めがついたっていうか、人生全部やり直す覚悟で心を入れ替えて真面目にやり直してるつもりだったのに、これでしょ。神様ってやつはとことん俺のことが嫌いなんだなって。佐々木、大丈夫っすよ別に。俺より春日さんの方がよっぽどひでえ面してるじゃねえすか。いい夢見させてもらいました。それじゃあここを引き払う準備しないといけないんで。これからどうすっかな。カスがいるか。足立だ。俺もいるぞ。足立さんにナンバー？急に悪いな、今ちょっと時間あるか。時間だけは腐るほどあるよ。悪い、水しかねえけどいいかい。そいつはごちそうだ、いただこう。で、どうしたんだ。ちょっと気になることがあってな。お前、美咲には最近顔出してるか。なあ、その近所にはな、まだ俺を頼ってくるやつがいるかもしれねえからよ。でどうだ、そういうやつに出くわしたか。最初の何日かは来てたけど、今全然だ。俺がもう当てにならねえって情報が広まったんじゃねえかな。そうか、けどそれだけじゃねえかもしれねえんだ。どういうことだよ。最近な、青龍会がきな臭い動きを見せてる。青龍会が？星野が死んで頭だった高部が会長になったのは知ってるよな。まあ組の序列から言えやそれが筋だもんな。その高部が今無所に入ってることは知ってるか。2年くらい前のことだ。いや、そう
方だったのか。ああ、だが問題はその後だ。最近になって東城会や近江から放り出された元ヤクザたちが清流会の門をくぐってるらしい。それも10人20人って規模じゃ収まらねえ数でだ。え、それって要するに清流会が組の兵隊を増やしているように見える。もちろん星野や高部がいりゃそんなことはしねえだろう。だが星野会長は亡くなり、高部も服役中。ああ、トップが不在なのに乗じて清流会内部でよからぬ動きがあんのかもしれねえ。せっかく堅気になろうとしてた奴らを清流会が極道に引き戻してるってことか。加えてもう一つ悪いニュースがある。は？どうやら佐々木も清流会に行ったらしいんだ。佐々木が？職をなくして相当こたえてたからな。堅気としてやってくことを諦めちまった。その可能性は正直否定できねえ。佐々木が清流会に行ったって情報は確かなのか？うん、ホームレス村の馴染みからの情報だ。今の俺が言えたぎりじゃねえ、言えたぎりじゃねえけどよ、佐々木をまた極道に引きずり込むのを見過ごせねえ。あいつ敵としてやってこって腹くくったんだ、俺の目の前で。俺はあいつを助けて。まあそう言うだろうな、お前は。行くんだろ、清流会事務所。付き合うぜ。でもよ。放っておけねえのは俺たちも一緒だ。それに今の清流会が話の通じる相手がわからねえ。そんなとこにお前を一人で行かせると思うか。足立さん、ナンバー問答無用だ。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。お勇者か。となりゃあれがねえと閉まらねえよな。ほ、あれどこやったよ。あれ、あれだよ、あれ、勇者のバット。まさか捨てちゃいねえだろう。ああ、あれは確か。おい、なんだよありゃ。いや、物欲しい像がなくてよ。だからってあれ使うか。緊張感ねえなお前は。ああ、エモい空気が台無しだ。どうだよ。ったく、頼むぜ勇者様、頼りにしてんだからよ。お、よし、じゃあ出発するか。なあ、その前にちょっといいか。なんだよ。冒険に繰り出すにはまず装備を整えねえとよ。確かにお前はそのなりが似合ってる。何の因果かまたこのメンツで始まるんだな。こういうのをな、腐れ縁つんだ。正直言うとさ、俺は心のどっかでこの日を待ってたような気がするぜ。よっしゃ行こうぜ、ナンバー足立さん。世間様を浜の英雄と騒がせた俺たちだ。こうなりゃ誰にも止めらんねえぞ。え
食おうよ。おっしゃ。ママ、あの人たち何してるの？あっち来なさい。しかし懐かしいな、そのバット。確か川の近くにぶっ刺さってたのを春日が抜いたんだったな。はあ、そうそう、俺と足立さんじゃ抜けなくてさ、こいつ選ばれし勇者だけ抜けるんだとか調子こいてよ。これは勇者の聖剣だとか言ってたよな。ガキの頃から勇者に憧れてたとはいえ、こいつ頭大丈夫かって思ったもんだ。俺は今も変わらねえぜ。ふん、俺がこの世界を救う。ああそうそう、それだそれ。相変わらず決まってんな、勇者様は。おいおいおい、楽しそうなおっさん3人組だな。遊ぶ金貸してくれね。金ならないぜ、俺たちはいつだってな。こんな年頃のおっさんが3人もいて金がねえわけねえだろが。嘘ついてんじゃねえぞジジイども。ぶっ殺すぞ。おっさんがみんな金持ってると思ったら大間違いだぞ。おい勇者さん、その聖剣で久々にモンスター退治と行くか。そうだな、久々に行こうぜナンバー。あだちさん、ゴー揺れていこうぜ。調子に勝ちに行こうぜ。のおい、こいつら変身したよな。は何言ってんだお前。いや、こいつ確か昔も同じようなこと言ってなかったか。勇者になったら敵が変身したとかなんとか。ああそうだった。思い入れは結構だが、妄想はほどほどにな。なんだよ、俺だけかよ。まあいいや、こっちの方が面白いからよ。頑張りますか。やんのかい。必殺かかってこいよ。よし、やるぜ。ガツンと行くぜ。死ぬよ俺だ。よそ見すんだ。出番が来たな。俺の番だ。こいつと二人ひなしだな。おい、お、おう。Huh?